おはようございます、ハグチョビンです。2020年11月8日日曜日、今日はですね、本州最東端に行ってきたいと思います。場所は、宮古市になっています。天気も良く、ソロツーリングで、行ってきます。今日一日よろしくお願いします。それでは、ハゲチョビンチャンネル始まります。よろしく。宮古まであと65キロですね。野営をしました。野営、今現在走行しているのは、釜石市平田になります。釜石大観音が少し見えてきましたね。なんかこっちに来たら曇ってきましたね。実はね、2週間前かな、天気予報で雨降らないって絶対降らないなと思って、ジェベル200で山にツーリング、大船渡市に五陽山ってあるんですけど、五陽山からこう山を通って沖合に抜けて、そこでラーメンを作って食べようかなと思ったんです。そしたらなんと大雨です。途中で引き返ってきました。なんか雨男なのかなと自分でも最近思ってるんですけども、またなんか雲が、釜石に来たら雲が出てきましたね。雨は降ってほしくないなと思ってんですけどもね。ちょっとね、そこのセブンでカメラのバッテリー交換したいなと、多分間に合うのかなと思うんですけど、せっかくね撮っててバッテリー切れで嫌だなと思うので、ちょっとここでバッテリー交換しようと思います。ここから45号とお別れして、県道41号で行きたいと思います。お、熊いそうな道路だな。出てきてやっとこっちが、へー、すごいどこにあんだな。19号で結構日
ねやったんだね。ここ上がっていくね。ふぅ、疲れた。まだまだかな。バイク降りてからね、登ったり下ったり登ったり下ったり徒歩で50分ぐらい歩いてきました。帰りもね、また同じぐらい歩くのかなと思うと気が重くなります。それでもね、なんとか無事に着きました。本州最東端に聞きました。なんとか無事に本州最東端でこの岩場でラーメンを作って食べたいなと思います。これはひき肉。札幌一番味噌ラーメン。
ただきます。いただきます。いかがだったでしょうか。本州最東端、片道50分、徒歩50分、結構疲れましたね。でも海を見ながらラーメンを作って食べたのは美味しかったですね。帰りも安全運転で帰りたいと思います。次回の動画も見てください。それじゃあバイバーイ。ありがとうございました。